ジェームズ・バチェラー・サムナーはアメリカ合衆国マサチューセッツ州カントン出身の科学者で1946年のノーベル科学賞受賞者である。17歳の時事故で左腕半分を切断した。1910年にハーバード大学卒業。1912年にハーバード医療学校で生科学を学び、1914年に博士号を取得。その後、 コーネル大学医学部の助教授となった。コーネル大学では、酵素の単理に取り組み、ウレアーゼを結晶化することに成功した。しかしながら、今まで多くの人が失敗してきたことであったので、すぐにその業績は認められなかった。1926年になって、低分資料の酵素も結晶化できるということを示して、業績が認められ、その角で1929年に教授に昇進した。 1937年には、グッケンハイム研究症例金を与えられ、5ヶ月にわたって、スウェーデンのセオドア・スベドベリの元に滞在した。同年、ジェームズ・サムナーと同様の方法で、ロックフェラー研究所のジョン・ノース・ロップが、ペプシンの結晶化に成功した功績で、シェール勲章を得た。ノーベル化学賞を1946年に受賞し、1948年には、 国立科学アカデミーの会員となり、1955年、ニューヨーク州バッファローで没。ありがとうございます。